フィル・アンダーソンフィル・アンダーソン、1958年3月12日体は、ロンドン生まれで、オーストラリアのメルボルンで育った、オーストラリア国籍の元自転車競技選手。1978年のコモンウェルス・ゲームズ、個人ロードレースで優勝。1980年、プジョーと契約を結んで、プロに転向。1981年のツールド・フランスでは、 第6ステージで、マイヨ・ジョーヌを獲得し、総合第10位。1982年のツールとフランスではさらに、活躍し、第2ステージで、マイヨ・ジョーヌをつかむと、第10ステージまで守り抜いた。最終総合順位も5位に入る検討を見せ、マイヨ・ブランを獲得した。その後もツールでは1985年まで、毎年総合成績では上位に食い込む検討を見せる。 1983年、アムステルゴールドレースを制覇。1984年、ペーターポスト率いるオランダのパナソニックのリーダーとして移籍するが、チューリヒ選手権、ルントウムデン、ヘニンガートルムを制覇する。1985年、ドーフィネ・リベレ、ツールド・スイスの両ステージレースで総合優勝。また同年のツールド・スイスでは、ポイント賞、山岳賞も獲得し、 主要3部門独占を果たした。このほかツールド・フランス総合5位、ルント・ウムデン、ヘニン・ガートルム連覇、イーサンプライス・フラン・デレミ優勝等の実績を残す。この頃のアンダーソンといえば、史上初のヨーロッパ国籍以外の選手によるツールド・フランス総合優勝達成が十分に期待されたほどの活躍ぶりを見せていたが、一方で1985年をピークとして、 次第に、アンダーソンの成績は下降線をたどっていった。1988年、TEVM へと移籍。デンマークルント総合優勝。1989年、ツールド・ロマンディ総合優勝。1991年、モトローラに移籍。1994年、15年間にわたる、プロ生活に幕を下ろした。ツールド・フランスでの総合優勝は果たせなかった。 アンダーソンだが一方でロンドン生まれとはいえ当時ヨーロッパ国籍選手しか活躍の場がないと見られたロードレースにおいて数々のメジャータイトルを獲得した実績は大いに評価される。ひいては後にツール・ド・フランスのみならずロードレースそのものが多国籍化の予想を定することになっていくがアンダーソンはその先駆けの選手だったと言っても過言ではない。 1987年にオーストラリア勲章を受賞したほか、2000年にはオーストラリアスポーツ勲章、2001年にはオーストラリア独立100周年を記念して、過去一世紀にわたって著名な活躍をした人に授与される特別勲章も受賞した。ありがとうございます。